画、ここでプレミアゴッド来ました。もうやばいですね、プレミアムオブハーですね。大量上乗せして、さらにここで3つのジャッジメント追加、プレミアゴッド。もう誰もこの展開にはついてこれないと思います、今日の4人の中では。さあこれで残りは2736ゲームプラス残り3つのジャッジメントですから、まあ、この中にプレミアムオブハーデスがいればアベマリアが流れる可能性も十分ありますね。アベマリアやタッチが聞きたいと思ったらやっぱりここをつけないといけないので、プレミアゴッド行かないとなかなか難しいなと思ってましたが、これでまた面白い AT になるかもしれませんね。もう枚数的にはどこまで伸びるか分かりませんけど、やっぱりこう淡々と消化するだけではなくて何かねこう強い当たりをしながら展開的にも面白く、そして結果的にも素晴らしく快勝のこの予選大会としたいですね。お、まあ、ゴッドステージは100ゲーム消化したら終わりじゃないですか。2700ゲーム間このゴッドステージにいられるってことですよ。これも嬉しいですね。下手したらもうゴッドステージのまま制限時間が来るかもしれません。さあというわけで起きる1時になりましたので、今日はウイチさんとユーボーさんが別の店舗で実践を行っておりますが、4人の途中経過、確認させていただきました。まあもうご覧いただいた通りこれ以上ない展開を僕が前半戦作ることができましたので、もう圧勝の流れではあります。おそらく、まあ、残りのお三方が何を打ってどうあがこうとこれを超えることはできないと思いますので、僕はしっかり時間いっぱいこの AT を消化して、はい、今日は大量交換で締めくくりたいと思います。後半戦もどうぞよろしくお願いします。